やあ皆さんこんばんは、ギムロ英介です。このチャンネルでは様々な未解決事件、解決済みの事件も含めて検証や考察、紹介をしています。それでは始めましょうか。金沢市久安独身男性殺人事件。2008年6月、石川県金沢市久安のアパートにて当時22歳の男性が何者かに殺害された。現在も必死に事件解決の情報提供を呼びかける被害者のご両親。被害者の遺体から浮かび上がる数々の不可解な謎、数少ない情報から本事件の謎を考察し、氷室が犯人像に迫る。事件の概要。金沢市久安独身男性殺人事件とは、2008年6月29日夜、石川県金沢市久安2丁目のアパート2階において、この部屋に住む独身で会社員の橋本清勝さん、当時22歳が玄関を入ってすぐの台所付近で、上半身は裸、下半身が下着姿で仰向けに倒れた状態で頭から血を流して死亡しているのが発見された。第一発見者は、橋本さんと数日前から連絡が取れないことを不審に思った交際女性の A 子さんで、6月29日18時20分頃、施錠されていた橋本さんの家に合鍵を使って室内に入ったところ、橋本さんの遺体を発見した。通報を受けた石川県警は、橋本さんの遺体の痕跡から殺人事件と断定、金沢中警察署に捜査本部を設置した。検視の結果、橋本さんの死因は頭部打撲による脳挫傷。死亡推定時刻は、遺体の硬直状況などから6月27日20時から27日深夜にかけてと判明。橋本さんの後頭部には鈍器で殴られた痕跡があったほか、両腕には防御創の傷跡も残されていた。また橋本さんの頭は鈍器による打撲で陥没していたが、顔には外傷はなかった。室内にあったフライパンには橋本さんの血痕が付着していたが、橋本さん以外の指紋が採取されており、これが凶器の可能性が高まった。これを踏まえて捜査本部は、犯人が最初の一撃で致命傷とならなかったため、逃げる橋本さんを執拗に追い回し、フライパンで複数回殴打したと見立てた。また橋本さんの部屋からは、台所を中心に壁や床、寝室、足跡にも大量の血痕が付着していたが、犯人が逃走した2階の廊下や階段には血痕はなかったという。室内には土足の痕跡が検出されなかったことからも、犯人が土足で押し入った可能性は低く、靴を脱いで室内に入ったとみられている。室内は物が散乱した状態だったが、物色されたような形跡は全くなく、現金も手つかずのまま室内に残されていた。自宅で殺害された橋本さんは、先述したように上半身は裸で、下半身は下着姿、そして自身の携帯電話がなくなっていたことから、事件は当初から顔見知りの犯行による怨恨説の可能性が高いと見られていた。また橋本さんの遺体発見時、室内の電気は消され、玄関も施錠されていたが、2箇所あるベランダ側の窓の1箇所は網戸になって開いていた。しかし玄関の鍵が室内の玄関付近で見つかっていることから、犯人がベランダ側の窓から出入りした可能性は極めて低く、鍵を使って外から施錠し、郵便ポストから鍵を投げ入れて逃走したと捜査本部は見ている。石川県警は、現場となった室内から橋本さんの衣類など900点余りを押収、男女数十人分の毛髪や指紋を採取した。その一方で、
橋本さんの交友関係を中心に1000人以上の事情聴取を行ったが、事件解決につながる有力な手がかりは得られなかった。また橋本さんの斜め上に住む当時大学1年生の男子学生は、事件があったとされる時間帯に不審な物音は聞かなかったと証言。犯人特定の有力な手がかりの一つでもある橋本さんの携帯電話は、事件発生直後から微弱電波が現場周辺で途絶えていた。電源が切れた時間帯は捜査本部も調べられなかったが、携帯の電波は橋本さんのアパートから半径約300メートル以内で消えたことが判明している。交際相手の A 子さんによると、6月27日20時30分以降に橋本さんの携帯電話がつながらなくなったことから、犯人が犯行直後に電源を切ったか携帯電話を破壊した可能性が高い。本事件から14年後となる2022年、石川県警は事件解決の打開策として新たな情報を公開した。それがこのポスターだ。似顔絵の人物は、橋本さんが帰宅したとされる6月27日20時30分に現場となったアパートから現れ、アパートの駐車場にいた男性1名と合流。2人でアパート裏手方向へ歩いていくところを目撃されている。この似顔絵の人物は、事件当時の年齢は20歳代、身長は170センチメートルから175センチメートルくらい、体型は痩せ型なのを踏まえて60キロ前後と推定。服装は白のラインが入った黒色系ニット帽に、上半身は黒色の T シャツ、下半身は紺色のジーンズを履いていた。石川県警は似顔絵ポスター配布の理由を、捜査への支障がないと判断し、広く情報を募るために明らかにしたと説明している。2022年8月30日に石川県警に着任した細田忠県警本部長は、翌9月12日事件現場を視察。細田本部長は視察後、報道陣の取材に対し、県警の最重要課題として解決しなければならない証拠関係の再精査や科学技術により、一歩でも二歩でも犯人に迫る捜査をしていくと並々ならぬ決意を語ったが、その半年後の2023年3月現在も犯人特定及び事件解決につながる有力な手がかりはつかめていない。橋本清勝さんの足取り。橋本さんは2006年3月に金沢市内の専門学校を卒業後、事件現場となったアパートに2006年12月から入居して一人暮らしを始めた。2007年4月まで橋本さんは金沢市内の美容室に勤務。その後、美容師を退職して2007年10月末から石川県野々市町、現野々市市に本社のある印刷会社の川北工場に勤務する。この印刷会社で橋本さんはポスターやラベルの印刷を担当。2008年4月には派遣社員から契約社員に昇格、正社員登用を目指して他の社員よりも早めに出社するなど、仕事に真面目で意欲的だった。事件当日の2008年6月27日19時45分頃、橋本さんは直属の上司に退勤の挨拶をした後、勤務先の印刷会社工場を退社。6月27日20時から20時に10分頃、帰宅途中にコンビニへ入店、夕食用のパスタを購入後、自宅アパートに帰宅。6月27日20時30分以降、交際相手の A 子さんが橋本さんの携帯電話にかけるが繋がらなくなる。その後、石川県警の聞き込み捜査で6月27日23時までに現場アパートにある1階レストランの客が大きな物音を聞いたと証言。ただし、物音がした正確な時間は不明。以上を踏まえると、橋本さんは自宅アパートに帰宅した直後の20時25分から20時30分のわずか5分の間に殺害された可能性が高い。遺体の謎。本事件が難解で未解決となっている理由は2つある。1つが橋本さんの幅広い交友関係だ。2008年7月28日付中日新聞の朝刊記事でも報じられているが、橋本さんは SNS 交流サイトのミクシーや他の携帯サイトを愛用していた。橋本さんの知人女性も、携帯サイトにはサイトで増やした友達が多数あったと明らかにしている。また、私は未確認で真偽のほどは定かではないが、
橋本さんがネットワークビジネスと呼ばれる連鎖販売取引に参加していたという情報もある。橋本さんの自宅からは男女数十人分の毛髪や指紋が採取されていることからも、人の出入りが極めて多かったのは間違いない。石川県警は本事件の犯人を橋本さんに親しい人間による犯行と位置づけている。それが2つ目の橋本さんの遺体痕跡だ。橋本さんは発見された時、上半身は裸で下半身は下着姿だった。そうした格好で橋本さんが犯人と接したならば、確かに普段から親しい間柄による人物の犯行と言える。また橋本さんの両腕には防御創が残されていたが、顔には傷の痕跡がなかった以上、橋本さんが犯人に反撃した様子が感じられない。むしろ橋本さんは逃げて犯人の暴行をなんとかかわそうとしていたのが足跡からも見て取れる。あまりにも不可解な橋本さんの遺体痕跡に本事件の真相が隠されているのではないだろうか。したがって橋本さんの遺体痕跡の意味を別な角度から捉えた場合、事件の見立てを根本的に変える必要性がある。氷室英介の考察。本事件を検証していて非常に違和感を感じたのが橋本さんの遺体痕跡だ。石川県警は橋本さんが下着一枚の姿で犯人に接したと見立てた。だが果たして本当にそうだったのか。私の考察としては、犯人が橋本さんを殺害後着衣を脱がしたと思われる。つまり偽装工作だ。橋本さんが殺害された2008年6月27日20時から21時における金沢市の気温は約20度だが、湿度は 70% を超えている。確かに橋本さんが蒸し暑さで下着姿1枚になっていたとしても論理的にはおかしくない。また橋本さんが帰宅してすぐ汗を流すためお風呂に入った後に下着1枚の姿でいたとしても何ら不思議ではないだろう。だがそれだと不自然な点が残る。それは橋本さんが下着1枚の姿で犯人の来訪に応対した点だ。ドアをノックされて応対するのにもパンツ姿でドアを開ける人間はまずいない。仮に親しい人物だとしたら、それはよほど気心が知れた間柄になるが、遺体の陥没痕跡などを踏まえると犯人は極めて力の強い人間、つまり男性の犯行と思われる。橋本さんの性格からしてパンツ姿で応対して接するには昔からの親友など相当限られた親しい間柄になる。橋本さんがいつから SNS のミクシーを利用していたかは定かではないが、犯人が男性でミクシーで知り合った人物だとしても短期間でそこまでの関係が構築できるとはとても考えにくい。そうなると橋本さんが犯人を室内に招き入れてから着衣を脱いだのも考えにくい。事件現場となったアパートは1997年4月に建築されたもので、エアコンも全室完備されている。室内に第三者がいて暑さを感じたなら窓を開けて網戸にするよりもエアコンをつけた方が自然的だろう。気配りができる橋本さんの性格ならなおさらだ。では強盗が室内に潜んでいて下着姿の橋本さんを襲った可能性はどうか。これも答えはノーだ。室内は荒らされていたが現金は手つかずのままだった。何より犯人がその場から早く立ち去りたいのなら何も鍵を閉めてポストから投げ入れるという手の込んだことはしないだろう。そのまま立ち去る方が自然的だ。ではなぜ犯人は橋本さんの着衣を脱がしたのか。それは犯人が本事件を女性による犯行と見せかけるためだ。おそらく本事件の犯人は駐車場で橋本さんの帰宅を待ち構えて来訪し、靴を脱いだ後に橋本さんの後頭部めがけて鈍器で殴打したものと思われる。一瞬何が起きたかわからなくなった橋本さんはとにかく部屋中を逃げ回ったが、犯人は執拗に橋本さんの後頭部を殴打し続けた。橋本さんが絶命したのを確認した犯人は橋本さんの服を脱がして部屋中を荒らし、台所にあったフライパンの絵が折れるまで橋本さんの後頭部を再度殴打した。その後窓を開けて網戸にし、鍵を使ってドアを閉めてポストから投げ入れ、2階廊下から駐車場へ逃走したのだろう。私がこうした見立てをした理由は2つある。1つは戦術した下着姿だが、もう1つは
犯人が犯行の凶器に鈍器を使用したことだ。犯人が室内にあったもので橋本さんを殺害するのであれば、フライパンではなく、より殺傷能力が高い包丁などの刃物を使用するはずだ。その方が逃げ回られたり反撃などを受けることなく相手を仕留められて、周囲に気づかれるリスクも軽減するからだ。だが、包丁などの刃物を使用すれば、長岡京わらび取りや袴田事件のように橋本さんの肋骨まで折ってしまう可能性が極めて高い。つまり、犯人からすると、どうしても犯行の凶器は鈍器でなければならなかったということになる。犯人としては、橋本さんが女性との口論や感情のもつれで殺害されたことにしたかったと思われる。なるほど。若い独身男性がパンツ1枚の姿でフライパンで殴打されたとなれば、女性との感情のもつれで事件が起きたとしても何らおかしい話ではない。事件を知らない人たちも先入観でそう思うことだろう。だが、現場の状況ができすぎていればいるほど作為的なものがほころびとして現れる。それが、返り血を浴びたはずの犯人の痕跡が逃走ルートである2階廊下に全く残されていなかったことだ。橋本さんの遺体が発見されるまでの2日間、金沢市内は雨が降っていた影響で痕跡が流されたという指摘もある。だが、階段には一応屋根もついている以上、雨の影響で返り血の痕跡が完全に消せたとは少し考えにくい。また、事件当時の現場アパートには橋本さんの他にも住人が住んでいる。翌日には住人が階段などに残された返り血の痕跡をいぶかしく感じて巡回している管理人に連絡しているだろう。そうした痕跡すら現場には残さなかったということは、本事件の犯人は極めて計画的かつ用意周到で冷静に犯行が行える人間といえる。室内が荒らされていたのは単に偽装工作だけでなく、犯人が返り血を隠すために着れそうな服を探していたとしたらどうだろうか。ここで思い出していただきたい。事件当時、現場で目撃された男性らしき人物は頭に黒色系のニット帽をかぶっていた。6月も終わりな蒸し暑い夜にニット帽をかぶるというのはかなり変わった人間だ。だが、それもある理由ならば論理的な整合性が取れる。それは、髪に付着した返り血を隠すために橋本さんのニット帽をかぶって現場から逃走したことだ。服は着替え、顔についた血は拭けばなんとかごまかせるが、髪はそうはいかない。逃走時に目撃された場合、相手の印象に強く残るだろう。凶器とされたフライパンも持ち手部分に手袋で握った痕跡が検出されている。犯人が手袋を持参して凶器を持ってこなかったのは考えられない。したがって、犯人は最初から凶器持参で橋本さん宅へ来訪したと思われる。これは凶器から足がつくのを恐れたためだ。よって、本事件は極めて用意周到で計画的に橋本さんを殺害したと推定する。しかも、かなり冷酷で手慣れた人物による犯行だ。それは石川県警の捜査幹部も少なからず感じていることだろう。新聞記者に対して次のことを語っている。犯人の感覚は尋常ではない。これほど残酷な犯行の後は行動に異変が起きるはずなのに、それがないと事情聴取した中に、何らかの事情を知る者がいると組を持たせた上で語っている。戦術したネットワークビジネスのトラブルが本事件に起因しているかは定かではないが、捜査本部が情報として共有していると言われている以上、関係性は否定できない。犯人が奪ったとされる橋本さんの携帯電話には、犯人につながる決定的なメッセージのやり取りなどが残されていたのだろう。また、石川県警がこれだけ捜査しても犯人逮捕に結びつく有力な手がかりが全くないということは、橋本さんと犯人は普段から顔見知りの関係ではなかったと思われる。したがって、本事件における犯人は橋本さんを殺害する他に、橋本さんの携帯電話を奪って破壊するのが目的だったと推測する。私の考察は以上となるが、ここで橋本さんのご両親の活動を紹介させていただきたい。橋本さんのご両親は、情報提供を呼びかけるチラシを作成するなどして息子を殺害した犯人を追い続けている。作成されたポスターやホームページのデザインは橋本さんのお母様によるものだ。ポスターの印刷には橋本さんが勤務していた印刷会社が協力した。石川県警も最初はこうしたご両親の活動に戸惑いを感じていたが、
現在は協力して情報提供を呼びかけている。その石川県警にも最後に苦言を呈しておく。不審人物の似顔絵を公開したのは事件発生から実に14年経過した後のことだった。事件解決に結びつく可能性があるものを早期に出さなければ有力な情報提供を得られるのは厳しくなる。風化という時間との戦いもあるのだ。15年目を迎えた現在も事件が解決できないのは少なからず捜査に誤りがあったと言わざるを得ない。石川県警には細田本部長指揮のもと本事件の星を挙げて必ず事件を解決するべく奮起していただきたい。亡くなられた橋本清勝さんのご冥福を謹んでご祈りいたします。合唱。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価コメントやベルマーク通知をご願いいたします。氷室英介。